この歌はですね、先日大きな地震がありました。北海道出身の町山千春のですね、君が好きさ、君が好きさという歌でした。はい、言う方ないですね。本当北海道もね、近頃本当今年か今年大変ですよね。本当に今年は何か災害が多い年で、皆さんやっぱりですよ、こうしてですね、こうしてライブをできるのも聴けるのも本当ね、命があってのものなんですよね。こうして今日無事で会えたのは本当に何かのまた縁でしょうか。この縁を大事にね、この後もサンセット俺らがずっと友達も出ますからね、友達になってください。フェイスブックもやってますからね。はい、でとりあえずちょっと乾杯しましょうね。え、森平さんお帰りなさい。では乾杯。単純に僕が飲みたかったです。ですね、諸枝さんはですね、何年か前にお父さんを亡くされました。それでですね、その時にお寺、お寺ですよ、その時に友達にした私ね、もっちも坂本君も一緒にいたんですよね。一応ギターがあったんですね、僕ね、たまたま持ってたんですよ。この3人、お父さんを送る歌でも歌いましょうかって冗談で言ったんですよ。ただ、え、歌ってもらえるのかって言って歌いましたね。あれはね、本当ね、僕人のお通夜でね、歌を歌ったのは初めてでした。歌ったのが今から歌う泣き殻という歌です。涙なら
とですね、祭壇の前で立って泣きがらしですね。室さんがどういう風に感じたか知りませんけど、まあ室さんのお父さんはですね、なんか変なやつが来たなって思ったかもね。人の死んだ時にこう知らないんですよね、面識ないんだけどね、室さんは知ったばかりに、まあいいじゃないですかね、別に悪いことじゃないから、はい。でとりあえず飲みましょうか。二度目の乾杯。あまりですね、喋ってる力がません。とりあえず今日はですね、この後僕はこんな暗い歌ばっかり歌うんですよね。ただやっぱりこの後に野里のおちゃんが可愛いですね、また歌を出ますからね、あれ可愛いですよね、もう食べたいくらい、ね、舐めたいくらいかもね。舐めたいよね。でも楽しい時はですね、あっという間に過ぎます。もう最後かな、時間的に最後なんで、もう一回最後なんでね、うるさいわ。
言ってみたかったの。はいはい、で僕も聞きたかったの。本当ですね。もうこれあとまた野田智美ちゃんとかですね出ますから、皆さん最後までお楽しみください。最後くま一応毛を短めにいきます。ちゅうか私もですね、ここでもうライブなんか出してますけど、フルライブを前になるものをお米を買った人、僕からはいはい、あ、買いましたね。あ、でしたな。また4年前ですかね。2年ぐらいですね、米を作れずに、と田んぼがですね、あの水が引けなくて、田んぼってですね、水が引けないと作れないんですよね。そうです、はい。2年前、3年前の台風で川に沿ったパイプが流されまして、田んぼに水が引けずに、あの2年間作れずに、私も悶々としてましたけど、来年から、はい、お米を減反製作もなかったので、いっぱい作ってですね、皆さんにお安く提供します。買ってください。では最後、タロカッサーローだ。受け継がれ、年月を重ね。
通り。はい、この後野田富美男ちゃんです。